どうも、秋です。プロスペースやっていきましょう。今回はリーグオーダーにまた新たに3選手ニューフェイスを迎えたいなと思いますので、そちらの選手のご紹介と、またまたその選手たちに称号チャレンジをやっていきましょう。はい、まず1人目が先日もお話ししていた T 岡田選手ですね。はい、最近引き当てたんですが、なんと1週間以内に育成を完璧に終わらせてきました。で、昨日ですね、こちら、はい、広島の鈴木誠也選手がミートパワー同値になってくれましたので、この大谷選手の代わりに入れることができます。はい、まあミートが A ではなくなってしまうんですが、今ミートが A 超えてる選手は9人いるので、そこのコンボも大丈夫です。はい、この交代ですね、これでかい。まあこの超の、コンボ系のやつは一切無視で大丈夫なので OK です。はい、これでソスピが170も上がります。これめちゃめちゃでかいですね。 OK で、T 岡田選手はもちろんスタメンで使うのもちょっと考えてはいるんですが、結構悩ましいラインですね。はい、マサ選手、サード適正が B。まあ、要は使うならこうなんですよ。こうで、こうなるわけなんですけど、まあ、守備適正が1個落ちるな、というのがちょっとありますので、どうしようかなと今、結構悩んでいます。はい。結構悩ましいですね、本当に。守備適正1個落ちるのと、まあ、能力的にも、ま、ほぼ変わらない。まあ、でもパワーヒッターだとソスピがね、100高いので、まあ、そっち採用してもいいかもしれないですね。で、そうすることによって一応ジグザグも組めるんですけど、右が奇数打順というジグザグになってしまうので、菊池選手の、2番丸が消えちゃいます。まあ、であれば、まあ、ジグザグもほぼ僕サブコンボにも入ってこないぐらいになっているので、まあ、そこも無視でいいのかなと思ってますね。ちょっとそこはね、また色々と試していきたいなと思っています。はい、で、続きまして2選手目が中日平田選手ですね。ここもですね、本当はこのウィーラー選手と変えてあげると同じパワー型で、まあソスピが100上がるという形になるんですが、ここ変えてしまうと、この超重量打線が消えちゃうんですよね。これはさすがに消せないということで、仕方なく同じくパワー型の超の選手と変えたいなと思います。はい。で、だったらこれ変える必要ないじゃんという話だと思うんですが、この平田選手を入れるのはもう完全に中日枠を投入するためですね。はい、この岩瀬選手、スピリッツ2600のものを使っていたので、ここ、はい、3人目、楽天、福山投手を入れてあげましょう。これでまたね、ソスピがだいぶ上がりましたと。で、福山投手、まあ、スピリッツも高いし、こうかなと思ってますね。はい、セットアッパーは福山選手と山崎投手、この2人でいこうかなと思っています。はい、これが新リーグオーダーですね。で、ちなみに、もちろんですね、鈴木大地選手の継承を行って、まあ、パワー型にして、このウィーラー選手の代わりに大谷選手を入れるという形を取ると、一応ソスピが30上がるんですかね。はい、まあただですね、そこは違うかなと思ってます。このウィーラー選手は将来的に、まあ、パワー A 超えているスピリッツ2800のかつ特殊能力が超パワーヒッターの選手を入れようと思ってます。そしたらまた超パワーヒッターが、3人になって、こことここと合わせて3人になってコンボにもなるので、まあそれがよりベターかなと思ってますね。まあ後日またね、パワーを A 超えている、超パワーヒッター持ちの選手を狙っていきましょう。というわけで、とりあえず、これで OK です。OK。で、なので今回、福山選手だけ A ランクいないので、平田選手と T 岡田選手にまずは称号チャレンジをやっていきましょう。その後にまだちょっとリーグオーダーについて詳しく話したいことがあるので、そちらをお話ししていければなと思います。はい。では、まずは T 岡田選手いきましょう。A ランク大量にあるでしょう。はい。まあ、1枚はじゃあまた新シリーズ出た時のことを考えて置いておくとして、まあ、星3称号かもしくはソスピが上がる系のものが来たらそこでやめるという形にしましょうかね。はい。最大2枚使います。なんで。おぉ、もう来た。はい、終わりです。しょっぱな来てくれましたね。オッケー、飛ばし屋。ってなるとなぁ。星3称号ついたのであれば、やっぱり T 岡田選手スタメンで使おうかなってなりますよね。難しいね。はい。まあでは続いて、平田選手いきましょうか。はい。平田選手、走力とパワーが同値なので、走力型にならなければとりあえずいいです。なんでも。なんで、ミートと走力が上がるみたいなやつはやめてほしいですね。来るの。お？お、あ、スナイパーダメじゃない？多分。あ、いける。オッケー。スナイパーいいね。星3つきましたね。そしてまた。オッケー。おお、
サポートアイテムなしで発散連続はすごいな、なかなか。はい、いい結果になったと思います。で、福山選手に関してもですね、9位が79なんですよね。早く称号チャレンジしたいなと思ってます。9位英語へぜひ狙っていきましょう。請求英語へもいけますね。はい。うん、いい選手だ。まあ、というわけで今回の称号チャレンジはとりあえず良かったかなと思います。でなぁ、この能力になったらなぁ、でもまあ、総力も10個、10も松田選手の方が高いですからね。かつ守備適性、僕守備適性をかなり大切にする人なんで、このままにしようかな。ちょっと悩ましいですね。ジグザグは結局僕は組まないので、もし左を4人にしても。まあ、菊池選手の2番丸を取ります。はい。悩ましいですね。まあ、結構ですね、このチームスピリッツは高ければ高いほどいいと思ってるんですけど、スタメンに関しては、まあ、もちろんスピリッツ対決があるとはいえども、てかそこも結構判定が結構あやふやになってると思うんですよね、プロスピエース。普段操作してるときは、その、スピリッツ同士の対決がまずあると思うんですけど、リーグにおいてそれが発動してるかどうかは結構僕怪しいと思ってます。まあ、というのも最強決定戦とかでも、その時のスピリッツよりも300低いけど能力は高いっていう選手が首位打者とかに結構過去なっていたりするので、って考えるともう守備適性、もう今この T 岡田選手が増田選手と比べて圧倒的に勝ってるのはスピリッツ100なんですよね。そこの部分を考えると守備適性一つを取った方がいいかなと思うんで、とりあえずこれで試してみます。はい。まあでもまた後日いろいろとね、やりながら考えていけばいいのかなというところですね。で、この T 岡田選手、レフト登録なんですけど、ファースト適性が C というところを覚えておきましょう。はい。で、まあこれはですね、さておき、今回お話ししたかったのが、これ皆さん見てください。中継ぎ陣、そして抑え、非常にいい選手が揃ってきましたよね。で、こうなってくると、僕ですね、ここ、チーム方針、系統を今まで普通にしてたんですけど、これ積極的にしても面白いかなと思ったんですよね。あ、守備固めも積極的にしよう。はい、まず守備固めの方のお話からすると、中日の平田選手がかなり守備能力いいので、まあまあ守備固めで出てくれればなというところです。はい。で、投手の方ですよね。まあ今まではですね、まあ先発ピッチャーもいいし、後ろもまあ普通にいいというところで普通にしていたんですが、もう後ろの方がこれいいまであるでしょう。まあでも菅野選手とかもいるんで、そうとも言い切れないですけど、どうでしょう。まあ、今まではですね、中日の岩瀬選手もいたので、ちょっと岩瀬選手ね、9位がギリギリ B、そして請求に関しては C だったので、ちょっと怖いなというところがあって、積極的ではなかったんですけど、こんだけ後ろが整ってくると、まあ、もうスタミナ減り始めたらすぐ交代して、どんどん繋いでいくという形を取る方がおそらくいい結果が残るんじゃないかなと考えています。なので、ちょっと今週に関しては、系統を積極的でちょっと試してみましょう。で、送りバントは消極的ですね。盗塁エンドランは普通、スクイズも普通。こんな形がいいのかなと思ってます。はい。で、代打は積極的にして、この松田選手に代打 T 岡田選手、そして守備にウィーラー選手が入るなんていうのは全然ありでしょう。わー、これいいなー。いや、これは系統積極的がおそらく生きてくるんじゃないかなと思えるようなオーダーになってきたと思います。いや、これいいよ。ちょっと積極的に試しましょう。はい。で、現状あとスピリッツ2600で残っているのが、日ハムの大谷選手、そしてオリックス、ディクソン投手、この2選手になりましたね。で、ディクソン投手に関しては、オリックス今回 T 岡田選手が入りましたので、もう割と自由に変えられると思います。ただ、このオーダーは、今、超変幻自在がギリギリ組めているので、球種がディクソン選手確か7個持っているので、まあ、球種が7個以上のピッチャーではなければなりませんね。球種7個以上のピッチャーであれば、誰でも OK ということで、まあ、ここそれこそ、先日言っていたロッテの涌井投手とか S ランクで出てくると、また鈴木大地選手が自由枠になっていいかなと思います。で、大谷選手はまあ、球種が8個以上のピッチャーというところで、まあ、オリックスのやはり山岡投手とか、その辺が候補になってくるのかなと思いますね。はい。よし、これでチームスピリッツ 64,930 というチームに仕上がりました。今週はマジで覇王1位取れると思います。取りましょう。てかこれはまあちょっと調子悪かったらまた T 岡田選手をスタメンに投入してみたりというのを試行錯誤しながらですね、今週はやっていければなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけで本気でプロスピエースナンバーワンユーザーを目指しております。
ぜひとも友達にもこの秋ゲーム TV を進めてあげてください。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。